こんにちは、モケモケです。シバミネです。前回の動画では12話をクリアしました。私たちが出てきたということは機体の改造が入ったんだね。はい、今回は撤退系ボスを撤退前に撃破する必要があるので武器改造を施していきます。具体的にはグルンガストの暗検察を3段階改造し、パイロットを熱血持ちの海将さえ乗せ替えます。海将さ、こんな序盤で熱血持ってるんだ。さすがは鬼教官ですね。さて、武器改造が終了し準備が整ったところで本編を始めていきましょう。それでは13話スタートです。
たの機体を破壊し、姉様のところへ連れて帰る。このまま敵を引きつける。だったらこちらはまだ動ける。撃ち抜く。見切った。いや、ヤツの考えが分かった。悪くない距離だ。リミット解除。コード、ファントムフェニックス。それじゃこっちの番ね。当たってよ、リニアカノン。
答に支障はない。縛り付けられるみてえだぜ。新型の性能を試してやるぜ。また見せちゃった。よそ見してたら怪我するよ。マトリックスミサイル発射。あんたの動きなんだ、とっくにお見通しなのさ。地球圏を混乱させて何になる。エクセル、息は俺の方で合わせる。頼むぜ、ペイトラゴー剣。了解。んじゃ、二人の愛の力で。ちょっと合わせるんじゃないの。暗剣殺。共同作業よ。死ぬか。アリケちゃんの方を刺すわよ。結果が全てだ。そういうこと。ごめん、ユウ。先に戻ってるね。